はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういういえ。ということで、本日はですね、こちら、チチリ最終形態にしました。はい。宿友の霊老杯っていうやつが、まあ、最高まで強化されると、フェイトエピソード解放されてって、そう。で、チチリはフェイトエピソードクリアすると、アビリティの性能が、まあ、前回上げた動画より強化されていくんですよね。で、まあ、結構強化されてたんで、まあ、ちょっと今回はその内容とかも見ていきたいな、というふうに思います。はい。で、まあ、霊老杯はね、アイテム使ってやった方がいいかもしれない。というのも、レベル9からレベル10にするまでに1ヶ月かかってた。そう、30日ぐらいかかってたから、さすがに、長すぎるなと思って。ちょっとね、アイテム稼ぐのがそんなに難しくないから、それだったら、まあ、ちょっとアイテム使っちゃってピロッともうレベル10にした方が、まあ、この霊老杯自体の強化効果もでかいんですよね。そう。そういうことも考えると、まあ、強化しどくかなっていう風に思いました。チチリ自身は、まあ、フロントに出してもね、いい性能してるなと思ってます。なんだけど、サブメンバー効果がえぐいっすね。というのも、ミカエルと共存するんですよ。マグナはちょっと新しい極地に至ったような気がしますね。フェイトエピソードクリアすると、サポートアビリティ強化されるんじゃねっていう風に思ったんだけど、強化されなかったっす。強化されないけど、ミカエルと共存可能っていう、すごい強みがある。マグナ強化だね。で、まあ、アビリティとしては、1アビが強化されて、まあ、自分が必ずトリプルアタックっていうのがついたりとか、あと2アビがね、非キャラの奥義ゲージアップ 10% っていうのがついたりとか、あと3アビに恐怖効果みたいなのがついたりして、まあ、結構ね、アビリティ自体も強化されて、意外とパワーありますね。というか、アビダメ強い。敵のターゲットにされやすいが、アビリティ4ダメアップ。非ダメージ時、ターゲットにかかわらず4回非ダメ。この火ダメと2アビのダメージ8回火ダメもうね、なんかどっちも強いので、なんか普通に戦えるキャラだなっていう風に思いました。あとは、まあサポアビの話なんだけど、ちょっとじゃあこれ見てもらおうか。今予測ダメが79万4000なんですよ。まあ武器編成的にはあれだね、これだけ入ってんのか、法人武器で言うと。まさかりだけ1本入れてんだけど、まあじゃあここから79万からミカエル入れると、はい。貴様の旅路を見守ろう。84万。予測ダメが84万1000っていう風になってんだけど、ここからさらに、チチリを入れると、どこ行くのかな？ついてくよ。85万3000になってんすよ。そう、カゴ効果がね、まあ、両立するようになってて、チチリ。もうすげえいいんだよな。サブメンバーでも発動。だから、一応表に出してもいいし、しかも表に出してもね、いいんだよな。奥義効果でさ、味方全体のゲージ 10% アップがあるから、まあ、奥義系のフルオートとかが特に使いやすいかなと思わなくもないんですけど、確定 TA も持ちながらね、まあ、ここまで戦えるのはすごいいいかなと思ってます。ちょっとじゃあ実際に行ってみましょうか。トライアルバトル、訓練用タレット、はい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 、よいしょ。ニアビのダメね、いいダメ出るんすよ。デバフあったかな。デバフないね。まあいいや。はい、これで通常攻撃すると、まあ、非ターゲット率が上がってるので、通常攻撃を結構もらう。で、こんな感じでね。こんな感じでアビダメ反撃する。古戦場とかも、まあ、パーシバルなしの場合だけど、肉集めとかワンチャン使っても面白いかもな。まあ、火ダメ反撃があるからね。デバフどっかにねえかな。よいしょ。これで、はい。ゼータがデバフかまして、で、火ダメージで、200万ダメージ。で、1アビで250万ぐらい出て、2アビでこんな感じで300万ぐらい出て。まあでもダメージ的には1000万、2000万とか出るわけじゃないから、まあ多少控えめかなっていう部分は個人的には感じるかな。ただ、まあやっぱ配布キャラなんでね。最終上限解放とかもなんか実装されそうだし、まあ正直なところチチリに関しては、これからに期待っていう部分もかなり大いにあるかな。奥義がやっぱ強いね。まあ奥義5、600万出てさ、アビリティダメージ300万とか出てさ、っていう風に考えると、まああれだな、
なんか扇主体で戦う時に使った方が効率的には良さそうに見えたかなーっていうような感じだね。はい。まあ意外と強いし、まあ、あと俺 LB まだ振り切ってないんで、まあ LB とかこうやってしっかり振り切ってあげれば、うん、なんかもっとパワー出そうなので、まあちょっとやってもいいかもなって感じです。はい。つよつよちちりちゃん。なんか寿司書き思い出したわ。フェイトエピソード見たんだけど、寿司書きを思い出した。はい、そんな感じですね。なんかこれからも発展ありそうなんで、マジでちょっと楽しみにしたいと思います。ほら、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。